120kg 級決勝戦、両選手の入場です。盛大な拍手でお迎えください。それでは両選手が入場します。場内の皆様、もう一度盛大な拍手でお迎えください。青コーナーから日本大学の相澤優斗選手、そして青コーナーから専修大学の荒倉信夫選手が入ってきました。改めて両選手を紹介いたします。フリースタイル 120kg 級決勝戦、赤コーナー専修大学クラブ、2008年全日本王者、今年の名優杯2位、今年の国体優勝、専修大学クラブ荒木田信雄選手。青コーナー第3シード名優杯3位、日本大学相澤優斗選手。この試合、バットチャーマンは藤本光晴さん、ジャッジは小池さん、レフリーは永井さんで行われます。第1ピリオドが始まりました。
3ポイント、そして赤アルキダ選手に2ポイントが入っています。赤アルキダ選手さらに1ポイントを追加、現在ポイントは3対3になっています。選手大学クラブ荒木田信義選手、フリースタイル120kg級優勝です。